広島市立五日市観音小学校は、広島県広島市西区三宅四丁目にある公立小学校。広島市の郊外、極楽寺山の裾野に広がる住宅地に位置する。略称は五官省、児童数658名。1874年、仙道村に吉馬社が三宅村に延命館が設立された。 翌年の1875年には、倉重村に、進む広士官、坪井村に、就寝者、助方村に、大木官が設立された。当校はこれらの学び者を発祥とする。1877年、吉正社と進む広士官が、上尾学校に、延命館と就寝者が、坪井学校に、大木官が、助方学校となり、1879年には、 それぞれ上尾小学校、坪井小学校、助方小学校と改称した。1886年、坪井小学校を上尾小学校に合併、上川小学校とし、上尾小学校は上川小学校の分教場となった。1887年に上川官易小学校と改八1891年、校舎を仙道に移し、観音人城小学校となった。 スケカタ小学校も同時にスケカタ尋常小学校と改称した。1906年に高等科を併設し観音尋常、高等小学校となり、翌年農業科の教育を開始。1908年にはスケカタ尋常小学校を文教場とした。1927年に現在地へ移り、1928年にスケカタ文教場を廃止。 その後、1941年に、観音国民学校、1947年に、観音村立観音小学校と、改称、1955年には、町村合併に伴い五日市町立観音小学校となる。同時に、助方地区の児童を、二日市市立二日市小学校へ分離した。1982年に、五日市町立観音日小学校が、 分離開口。1985年、五日市町の広島市への編入合併に伴い、現行名に解消した。ありがとうございます。